力みすぎじゃね。俺の瞳は希望の星なんだ。絶対見逃したりしねえぞ。もうちょいマシな名前なかったのかよ。んだと？あれなんだ？おっとと？しかし今週だけでもう7件だよな。ゴースト事件、そのネーミング気に入ったんだ。親父たちもいよいよ調査に乗り出したようだしな。だからこそ、うん、父ちゃんより先に解決しねえとな。初日からそう焦んなって。明日もやるよね。先生にはバレてねえよな。うちの母ちゃん怖えからな。学校に出しといてくれたんだろ。ちゃんと書いておいたよ。あんた今日学校で何やらかしたんだ。俺はボルトがよ。俺は完全に巻き込まれただけだって。何言い訳してるんだよ。男らしくない。学校から連絡があったんだけど、この欠席届どういうこと？拙者流行り病にて欠席候。美月、何を考えているんだボルト。お前がすべきことはまず勉強だ。チッ、やりたきゃ勝手にすればいいだろ。ボルト、お前もいつか。うちの母ちゃんに比べたらまだマシだぜ。今日は全員揃っているようだな。それでは本日の授業内容を説明する。職業体験。我々の日々の暮らしは様々な人々の仕事によって支えられている。それを体験してもらうための授業だ。んじゃ、俺たちは花火工場でも体験すっかな。そんなとこ危ないってば。ネイルサロンもいいけど、肉まん工場も捨てがたいよね。そうだね。ボルト、鹿だい。グループごとに好きな職業を選んでいいんだぞ。この意味、わかるよな。はあ、そうか。父親の活躍の話ばかり聞かされ、なりに焦ってるんだと思う。あいつの気持ちはわかる。俺にも子供時代くらいあったからな。リノ君は昔から大人っぽかったよ。郵便配達ってのはまさにうってつけだな。そうだね。いや、僕が君たちを担当する。それじゃあ早速仕事の内容を説明するよ。こいつを全部配ればいいんだろ。なんだか簡単そうな仕事だってばさ。いやいや、おはようございます、こまめ局長。ご覧なさい、整理整頓の精神がこの里の郵便網を支えているのです。何を隠そう、この私も忍術にはいささか心得がありましてね。